どうも、夏目です。今回、重大な報告がございましたので、最後までぜひね、最後まで聞いて、ください。お願いします。はい、ということで、ちょっとね、改まってお話ししたいんですけど、まあ、皆さんも、くつろぎながら、聞いてくださったら嬉しいです。重大発表がいくつかございまして、その一つはこれから、見てる視聴者さんもね、本当にイメージが変わってしまうんじゃないかってぐらいのちょっと重大な報告をさせていただこうと思います。重大発表、この度スーパーノヴァは新体制になります。いやー、素晴らしいですね。今ね、この度ね、新体制なんですけども、多分ね、今みんなもしかして一人でやるんじゃないかと思ってる方いると思うんですけど、まあそんなことは決してなくて、言ってしまえば、まあちょっと新しいメンバーが増えたりとか、もしかしたらね、いなくなってしまうメンバーもいるかもしれないんですけど、まあそんなことね、話しててもちょっと長くなっちゃうんで、まずは新しくなったスーパーノヴァのメンバーの発表をさせていただこうと思います。ということで、いいですか？皆さん、ここの準備は。急に来たんでね、みんなびっくりしてると思うんですけど、それでは、一人目のメンバー、メロです、どうぞ。はい、新体制でのメンバー、メンバーですね、はい、メロさん、ね、まあおなじみのね、メロさんは、まあ本当メロファンもね、いるかどうかまだ分かんないですけど、まあ彼は残留ということで、あ、残留とか残留とか降格とかがあるんですね。そう、あるんですけど、はいはいはい、よかったですよ。はい、ということで続いてね、新しいメンバーになるんですけど、まあそれもね、後でまた話をするんで、まずは紹介の方をしたいなと思っております。ということで、新メンバー、レン君どうぞ。どうぞ、レン君です。はい、はじめましてですよね。はい、ということで新メンバーのレン君です。まあこのね、3人体制で新しく、スーパーノヴァちょっとやらせていただこうと思います。ということで、よろしくお願いします。拍手で。はい、お願いします。いや、お願いいたします。おいおい、俺は何回練習したエースは、まあね、まあ、スノーさんもね、まあ、ちょっと入ってもらっていいですか。大丈夫、最初のね、ちゃんとした並びの方に入っていただいてまあ、びっくりしたと思うんですけど、あぶねー、うん、まあね、話し合って、上チームの方もね、話し合って、まあ、スノーさんも残留ということで、あれ、今残留なんだ滑り込みか、滑り込みで一番初めのメンバーなんだけどこの4人以外にも、まあ、この4人が正規的なこっからの演者チーム、演者のメンバーになるんですけど、実はスーパーノヴァ、今年の5月6月ぐらいからかな、本当に一気に増えてね、うんうん、チームとして演者メンバー以外でチームとして増えて、それこそ多分動画にちょくちょく映ってるので言ったら、純喜、カメラマンアシスタントとかね、いろいろやってた純喜くんが、まあ、スタッフっていう形で今入ってまして、他にも編集者とか、まあ、およそ8人ぐらいでスーパーノヴァとして今活動しております。はい、びっくりしてる人が多いと思うんで、まあ、その説明をしなきゃ他の動画進まないということで、はい、長くなりますが、まあ、そこもね、最後まで含めてスーパーノヴァの動画として楽しんでいってください。アイキャッチどうぞ。はい、はい、ということで新体制の新スーパーノヴァのチームをね、報告できる状態になったので、ここでご報告させていただきたいなと思って。いやー、長かったね、言っても。だからこの動画見ればもうその今までの1年間とかが紐解けるってこと。紐解けますよ。だから俺らからしたら出したくて出したくてしょうがなかったけど、いろんなトラブルがあって、やっとこの状態で、9月か9月に撮れる状態まで来ました。お待たせしました。もう消費者からしたらね、もう、いつだよお前、いつだよって、動画出すってお前、そして誰だよってなってると思うんですよ。レン君の話からね、ちょっと紹介したいんですけど、まあ、その前に旧メンバーいたじゃないですか、4人メンバーがあるんで、ここも全て今までの報告動画でも話さなかった音を含めて話をさせていただきたいと思っております。去年2021年の5月4月ぐらいに、まあ、スーパーノヴァ実はですね、もう内部状態的にはもうほぼ解散状態で、まあ、スーパーノヴァが解散するっていうよりは4人で のチーム制を一旦なくそうっていう話が出てて、まあ、それに関しては別に仲違いとかそういう話ではなくて、それぞれのこう進路を進む上で、YouTube やる組と YouTube やらない組で別れようっていう話になって、全員辞めると
さすがに視聴者もついていけないし、それはスーパーノヴァやってきた側からしては申し訳ないなっていうことで、まあ、一人一人受けるメンバーに関しては抜けていくっていう話をみんなでして、で形になりましたと。それが、まあ、最初の6月か。その後も実はですね、そのレン君に関してはの、まあ、ネットもなんですよ知り合ってた、まあ、5、6年ぐらい前から仲なんですよ。そうそう、でオフ会とかはしたことなくて、まあ、普通に連絡取り合ってる中で、まあ、YouTube 始めるんだよとかそういう話をしてて、そこら辺から仲が良かったんで、まあ、この機会にレン君は絶対入れたいなってずっと思ってたよ。なんでかって言ったら、まあ、顔もイケメンだし、なおかつ仕事がバリできる。そう、頭も賢いから、だからもう、ね、そう、そのタイミングでもう入れたかったんだけど、レン君も普通に仕事してるから、サラリーマンだから、サラリーマンやってて、しかもそうそう、バリバリお金も稼いでるし、車もブンブン乗ってたから申し訳ないなと思いつつも、まあそこでアピールしていこうと思って、ずっとねコンタクトは取ってたんですけども、なんですけども、まあ、仕事もねやりつつなんで、まあ、表には出れなかったん でそこで、まあここでメロさんですよ、はい、メロの紹介もずっとしてなかったじゃん。そうだから勝手になんか急にさみたいなそうなってんですよ。でそれはね、本当は俺たちのプランじゃなくて、4人揃ってからスタートしたかったんだけど、はいはいはい、メロの紹介とかも、うん、もうめっちゃ時間かかって、ようやくメロの話もできることになりました。はい、いやー本当にメロには感謝しかないですね。もうありがとう。僕入ってからいろんな問題ありましたもんね。ありましたね。まあね、さまざまあったんですけど、メロに関しては、はい、そもそも他で YouTube やってて、裏でちょっと仕事をね手伝ってくれたりとかしてたんですけど、まあ、その機会にこのレン君も入ってくるし、だから、まあ、4人で再スタート切りたいから一緒にやってくんないかっていうことで、まあそのね、まあ、メロが一緒にやってたメンバーを捨てて入ってくれました。言い方悪いな言い方悪いなありがとう、まあ、言い方悪いな、ありがとう。まあそこまでだと内部崩壊してないでしょ。まあ事実なんですけど、ね、まあね言ってきましたよ。そう、そこのリーダーやってて、はい、まあそれで入ってくれて、まあ表もね3人になったということで、そこ でその間に俺の方が YouTube 以外にもちょっといろいろ忙しくなってしまって、まあ、母親が、まあ、ちょっと心臓の病気で悪くて、そこで入院をしちゃって、 YouTube 以外にも家族のこと、まあ、うち結構複雑なんで、一番最初の夏目が喋ってる動画を見てもらえたらある程度のなんかね分かると思うんですけど、まあ、それもありまして、でレン君もねそこら辺のタイミングから積極的に仕事とか協力してもらうことになったんですけども、まあそれからねもう本当にここでも言えないトラブルもたくさんあったんですけども、もう本当シンプルにただ YouTube やりたかっただけなんですけども、まあそういうのもありながら、これいつになったら完成するんだろうなって思いながらずっとやってて、で今年の7月8月ぐらいからかな、やっとこういう動画も撮り始めれるようになってくるぞって思ってるさなか、先月ですね、俺のマミーの方が亡くなりまして、うん、これ撮る2週間前ぐらいか、急遽亡くなってしまって、まあその中でもそのちょっと前のタイミングぐらいかな、8月7月終わりぐらいからレン君も仕事を辞めて、はい、申し訳ないけど脱サラして新メンバーとして中に入ってくれて、もう俺の代わりに夏目しかできないと思われた仕事も、まあ、レン君がだいぶやってくれて、で俺もその、まあ、家族のこともやりつつ、まあちょうどね母親も死んじゃったんで、まあ葬儀のこととかも進めながら、そしてようやくなんやかんやありつつ、そしてこの4人でねスタートできる、状態になりました。長かったですね。2人になるっていう話になったのが去年の2021年の4月5月ぐらいで、ようやく、スーパーノヴァとしてまた4人で再出発できるようになりましたと。本当に感無量ですよ、この動画撮れることが、はい、もう長い計画の中ようやく1年過ぎないぐらい、もう過ぎたか、いや1年半くらいかけてようやくもう全てのトラブルと、いろんなことがね重なって、もうそれもクリアして万全の状態で、まあ動画見てくれてたらね、また最近またボリュームアップして面白い動画がたくさん出てきてると思うんで、はい、またこの4人で、うん、スーパーノヴァね YouTube 界に1席2席3席ぐらい新しい革命をねまた起こしていきたいなというふうに思っております。タイミングが本当に悪かった、全て、うん、ダークサイド、ホスパラもやってたよね、あのタイミングぐらいでね新しくっていう発表もしたかったんですけど、なかなかそれはうまくいかずに、まあね言えないことも多いんで、はい、
まあそうですね。まあ本当良かったね、このずるずるちょっと視聴者さんから来たら、ね、いや、そう、申し訳ない、長いと思ったかもしれないけど、こうやっぱりずるずるちょっとね、こう、うん、やっぱ諦めずにやってきたリーダーのおかげなんじゃない。なんでやねんお前一番思ってんだろお前がお前、なんでやろ、俺、青山総研大変でさ、久しぶりに来たと思ったら、お前、チェーンズだよ。熱ね、コロナではないですよ。コロナではないけど、本当のチェーンズね。熱ね、チェーンズ、8度くらい、9度くらい一気に出て。仕事するとすぐ熱出ちゃうからね。まあ、それぐらい変わったってことですよ。変わってましたよ、すごいですよ。まあ、それは本当に、そう。なんといってもね、この演者4人だけじゃなくて、他にも4人控えてるよっていう、素晴らしいチームになったんだよ。YouTuber 見とけよっていう話ですよ。ということで、満を持して、はい、新しいスーパーノヴァ積んでいこうと思います、はい、大丈夫ですか、みんなもうやめてよ、キッチンカーソードとかそういうのこっち命かけてるからもう、まあ、でもこの動画を出したってことはもうキッチンカーソードとかそういうのはもうなしないし、新メンバーのレン君に言っとくと生半可な気持ちでスーパーノヴァ続けれねえから。いや、そうなんだよ、お前たちはいいよね。まあ、っていうことなんで、まあそうなんですよ、だから、はい、俺たちだけでまあ新メンバーレン君押していこうっていう話だけでは実は無理だと思うんですよ、うん、急にね空気変わったと思うんですけど、はい、そうですね、うん、だからちょっと俺一つ考えてまして、はいはい、レン君には、はい、まあ、この動画の次次に、はい、もう早速結構看板的なプレッシャーのかかる動画をちょっとやってほしいなと思って企画です。おお、はい、浮気調査、ラブトラップの方をやっていただこうと思ってるんですけど、はい、はい、それはモニタリング側ではなくて、はい、仕掛け人側で、わお、一番重いぞ、いきなり、うわ、試練だな。なおかつ全部一人で、は、あ、もう指示なしで、あ、もうなしでアポ取りもして、はい、え、なんでいきなり試すの。いやいや、でもほらね、やっぱ、うん、YouTube、 え、順番逆じゃない。何、入る前に試すでしょ普通。なんで入ってから試すの。入る前に試すことはやっぱ内部的なことはね、もういろいろ試したんで、あとは、うん、まあ演者の問題ですよ。そうですよね、まあ、なんというかでもエンターテイメントしていかなきゃいけないから、そこ超えてこなきゃ、そう、超えてこなきゃ、残るんだって待って。レン君に関してはやっぱ俺らがね、なんと言っても素晴らしいやつだよっていう、はい、こいつはマジで本当すげえクレバーな、うん、かっけえやつだぜって言っても視聴者は納得しないと思う、うん、だからやっぱ試練を一つ超えてこうぜっていうことで浮気調査次出す動画に関しては、はい、ラブトラップで仕掛け人で出てアポなしで、はい、すっげえ絵を撮ってくれなきゃ始まらないよっていう。で、なんて言いました今、始まらないよってゲップが、そう、もうなんか息継ぎしてた。スーパーノヴァのファンの人は厳しいからね。厳しいからね、視聴者は満足しないからね。そうそう、うん、だからもう編集も全部一人でやってもらってかわいそう、マジ。編集も編集も全部、ね、でもできるから、レン君全部できると思う。あ、じゃあこれが最終試験みたいな感じですね。あ、そう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 、順番がおかしいんだよ。これダメだったらどうすんの。ダメだったら、だからもうレン君はもしかして映ってないかもしれない。モザイクで、もっかい報告動画撮っちゃう。もっかい報告、最終職また仕事辞めてまで来たのに。だからでもそんぐらいね、やっぱね、 YouTube っていうのは覚悟を持ってやらなきゃいけないものだと思ってる。もう覚悟は持ってると思うから、あとは結局結果と、そう、姿勢をもう視聴者に伝えるだけなんで、ちょっとやっていきましょうよ、そこ。できるっしょ、できるっしょ。はい、はい、声が細い、声が、まあ、なんかどんなもんじゃいどんなもんじゃいっていうのをね、ちょっと見せていきましょう。はい、ということで皆さんはもうハードルを全上げで、うん、全上げだよ、もうハードル、俺も相当今ハードル高くしてるけど、それぐらいのハードルを持って、次の動画、この動画の続きもね、ぜひ見てくださいということで、はい、やっていきましょうか、地獄ということで、新スーパーノヴァまた YouTube 界盛り上げていきましょう、いきますよ、うれしい。ということでね、当日来たんですけど、はい、あれちょっと、なんか一人、え、おい、来いや、おっさん、おれ、おっさん、出たな今、はい、来、ね、ましたね、はい、緊張する、まあ、ナンパしたことないからね。僕はレン君に当日ね、迎えてるんで、はいはい、ついで、うわー、これ大事な撮影ですね、これ失敗したらこれやばいっすね、これね、なんか順番おかしいかな、試してから入れるの、なんで入れてから試すの、俺のこと、これ、1抜けパン、おい、じゃあ、依頼者さんの方ね、こちらの方にお願いします。はい、お願いします。具体がいいね。やるよ、もちろん。ゴリゴリマッチョだもん。今回の依頼内容なんですけども、はい、彼氏さんも彼女さんも同級生で、うん、うちの2人とも内定は決まって
あじゃあもう遊び出た。あじゃあもう浮気 し放題だこれ。そんなことないですよ。いや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 、そんなことない、そんなことない。なんでレンク今回この依頼選んだの？確かに。あの彼女さんとカリスさん一緒にスーパーノヴァ見てるらしくて、はいはいはい、はいまあ、つまりこれは俺が行くしかないんじゃないかってことで今回この依頼を。だから俺たちのが存在が彼女さんとかに近くに知られちゃってるから、はいはい、結構じゃあ難易度高めじゃないのこれ。オバキャンも使えないと思う。そうです、そうです。シチュエーションはだから一緒なの絶対無理でしょ。うん、だから本当に普通にナンパしに行くしかないっていう。でも依頼するなら見せちゃダメでしょ、そこに。え、浮気したことあります？いや、ないっすよ。え、彼女は？いやー、ないとは思ってます、僕はね。いいじゃん。どうして依頼してきたの？なんか疑わしいなって思ったし。確かに確かに、聞いてるところある。いや、まあ、これもそのスパノバさんの興味本位でさ、こんな依頼してきて大丈夫か？そうです、終わるよ。確かにそうです、終わるよって言ってます。でも、ちょっと一人言ってますね。今回は全部使うんだよね。全部使います。もう成功しようか失敗しようか、今カットしたのとかあるじゃないですか、はい、全部使います。え、でも今まで没動画とかあるじゃないですか、はい、今回もそれと同じような没動画になる可能性は。いや、没にはしないです。だから、あの、普通に潰されたら使うだけ。じゃあ、自己動画になる可能性もあるんですか？うん、あります。じゃあ、そしたら俺やめます。まあ、今回、その前例を使って彼女の居場所は分かってるんで、はいはいはい、まあ、それを追跡しつつ、僕のタイミングで声をかけるっていう感じでやっていこうと思ってます。いつもね、スーパーボールやってるのさ、これ編集したいとかさ、お見せできる状態でやってるっていうのが、編集的にはふわっていう生な感じを、そうこうやってやってるやつって、はいはい、自分に、はい、まあ、これ成功したら見てる人もお前ナンパいけんじゃねってなる。あ、なるなるなる。まあね、あと視聴者のハードルをね、もう超えてきてくださいって話です。あ、はい、わかりました。スーパーノヴァファンのハードルを超えてきてください。まあそうじゃないとね、メンバーになっていけないし、ね、そうですね、そうですね、はいはい、行きましょうか。はい、最後のシーンお願いしますよ。じゃあ行きますよ。はい、はい、せーの、レッシー。あ、マスターおにやはい、はい、ということでね、こっから、ラブトラップ、はい、始まるということで、はい、大丈夫ですか？何が緊張するかって、こういつもはまあ仕掛けに男だったらまあ俺だったりとか言ったんですけど、はい、今回はね、新メンバーのミスターレンがやるっていうことで、はい、まあでもね、これスルーされて普通にでもあるからね。ただ、ただですよ、まあ5年も使うかどうかもなってたんですけど、もう練習、ナンパの練習は結構したんで。あ、そうなの？そうです。2人で2人で行きました。努力だなぁ。したし、まあなんだかんだ言っても、レン君も他の浮気商品とかね、見たりとか参加したりしてるんで、はい、大丈夫だと思うけど、すっごい緊張するな、はい、彼女さんもバイト終わりってことですよね。あの、便利で、こう、移動とか場所とか分かってるんで、はい、だからちょっと携帯見ながら、はい、あの、そうそう、来るよって、ここだけはちょっと見てほしいっすね。そろそろ動いたみたいなんで、レン君にちょっと言いますか。チャンスじゃないからね、今回。さあ、考えてます、ミスターレン。レン、緊張してるのか、これ。どうなんだ、分かんないな。僕が心配なら、ちょっとお姉が出ないかなっていうところ。ああ、そうですね、僕も心配ですね、そこが。そこだけ出さないで。あ、来た来た来た。ああ、来た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 。あ、これ、あ、合ってる、合ってる。すいません、これ落としましたよ。これお姉様じゃないですか？